クリスチャン・ジェイ・ガルシアは、アメリカ合衆国、フロリダ州マイアミ出身のプロ野球選手、ウトウ・ミギウチ。2004年、MLB ドラフト3巡目で、ニューヨーク・ヤンキースから指名され、6月16日に入団。2007年に、右肘関節の尺足側腹靭帯を損傷したため、トミー・ジョン手術を行った。2008年11月20日、40人枠入りを果たした。 2010年4月に再び右肘関節の尺足足腹靭帯を損傷したため、2度目のトミー・ジョン手術を行った。5月14日に放出された。2011年7月21日、ワシントン・ナショナルズと契約した。2012年9月3日にメジャー初昇格を果たした。9月4日のシカゴ・カブス戦でメジャーデビュー。6回途中に死から登板し、 打者一人を無失点に抑えた。この年はリリーフとして13試合に登板したが、9月24日にデーブ・ジョンソン監督が先発転向を発表した。2013年は手首や肩、ハムストリングの故障のため故障者リスト入りし、メジャーでの登板はなかった。2014年3月20日にトリプル A 級シラキュースチーフスへ移動し、開幕をトリプル A 級で迎えた。 トリプル A 級では10試合に登板したが、6月25日に放出された。ヤンキースアドピッチャーズアンソニー・クラゴット、マイケルダン、CHRISTIANGARCIAANDSTEVENJACKSONTOROSTERMLP.com、e、ハットクリスチャン、ガルシア・クット、スタートフォーナッツネクストシーズンザワシントンポスト。 ありがとうございます。